7年前のあの日、カナダの施設から春子の家に引き取られた俺は、日本から訪ねてきた春と初めて会った。そして全てを教わった。それからこの日本に来て、兄弟の一人として春や秋、島と暮らし始めて3ヶ月、突然春子が日本にやってきた。私はお前をスイスに連れて帰ることにする。春が望むなら俺はずっと一緒にいる、そう思っていた。だが、今なら春の望むただの弟にちゃんとなれる。多分こいつは絶対俺にそんなこと求めやしないけど。春子とスイスで一緒に暮らしてあげる気はない？春子と、うちの犬どももあいつの親気取りで引き剥がすの大変だった。今度も大変だろうなって思いますけど。あんた真面目に言ってんのそれ？だってレンと春子さん俺より親子みたいなんだぜ。春さんはさ、レンレンと一体どうなりたいの？やっぱ春さんは他の男とはちょっと違うよな。またお前らか、朝っぱらからうるせえな。俺には無理や。先生、こいつにちゃんと性教育したって。あんた今日誕生日だって言うじゃない？プレゼント、そういえば清香さんから聞きました。歌舞伎町に第二の夏登場。なんなんだあんた。ん？俺？夏？お前んとこの兄ちゃんも夏だろ。春、俺は子供じゃない。俺ってそんなに信用ない？いなくてもいいか？もう嫌だ。スーパーラバーズ2、もうやめたい。これ以上好きになんかなりたくない。